皆さんはクリスチャンという言葉にどのようなイメージがあるでしょうか。私は17歳でバプテスマを受けてクリスチャンになりましたが、実は幼少期から聖書のお話を耳にしていました。母親がクリスチャンでしたので、安息日には教会で礼拝をしていましたし、夏休みは夏季聖書学校に参加していました。そのように小中学校は教会に連れて行ってもらう立場でしたので、子供なりの信仰を持っていました。子供なりの信仰と聞くと、皆さんは素直で純粋な信仰だと思うでしょうか。私の場合は全くその逆でした。小学校低学年の時だったかと思いますが、ある時、何が当たるかわからないおまけ付きのお菓子、いわゆる食品玩具、食玩を買って、欲しいバッジが当たらなかった私は、子供なりの信仰で何をしたかというと、その外れたバッジを戸棚にしまい、神様にお祈りして自分が欲しかったバッジに変えようとしたのです。一生懸命祈ってワクワクしながら戸棚を開けました。そうしたら、やはり外れのバッジです。もう一度戸棚を閉めて一生懸命祈りました。結果は同じでした。そのうちだんだんと神様に対して腹が立ってきて、もうお祈りなんかしないという気持ちになったのを覚えています。私の子供なりの信仰は、子供なのに自我を満足させるために神様を引っ張り出す信仰でした。なぜこのような曲がった信仰になったのでしょうか。今日は本音でその話をしたいと思います。ところで、皆さんの周りでは新型コロナ感染予防のマスクを着用している方はどれくらいの割合でおられるでしょうか。都会に行けば都会に行くほどマスクの着用率はほぼ 100% だと思います。私が住んでいるところは、隣の家との距離が400-500m 離れていますので、ほとんど人と会いません。ですから基本的にマスクはしていません。自宅から20分くらいのところにある小さな個人経営のスーパーでもマスクをしていない男性を見かけることもあります。しかし、この田舎暮らしの感覚で市内に買い出しに行くと大変なことになります。まずお店に入れないところもあります。マスクを着用していない人は無責任な人で、社会的信用のない非常識な人と見られてしまいます。そこで私は車の中にマスクを入れておいて、市内に行くときだけそれを使い回しています。このように私のような田舎暮らしの感覚から見れば、マスクをする理由は一つです。それは人の目が気になるからです。さて、私は幼少期から教会に行っていましたが、私が教会で学んだことは何だったでしょうか。イエス様が私を愛しておられることでしょうか。確かに子供のクラスのお話では、イエス様が私を愛しておられるという内容のお話をたくさん聞きました。しかし、私にとってイエス様の愛とは、外れたバッジを
当たりのバッジに祈りで変えてくださる愛だと思っていたのです。恥ずかしながらこれは福音の真理が罪の影響を受けている非常に分かりやすい例になります。神様は私を愛してくださるので熱心にお祈りすれば何でも願いを叶えてくださるという利己的な信仰とそれを支持するかのような熱心な祈りというこの行為によって幼少期から行いによって救われるという間違った信仰の道を歩んでいたのです。そしてこの間違った信仰の道はいつもあるテーマに沿って進んでいきました。それは人の目が気になるというテーマです。まるで田舎暮らしの私が都会に買い出しに行くとき人の目が気になるからとの理由で新型コロナ対策のマスクをするようなものです。実際私は幼少期に教会で新型コロナ対策とは違うマスクをしていました。それは本当の自分とは違うお利口さんマスクです。教会での安息日礼拝は子供にとっては良い訓練です。騒がずにおとなしくして自我に対する抵抗をするからです。私は絵を描いて安息日礼拝を過ごしていました。しかしそのうち教会でおとなしくしている私をお利口さんと褒めてくれる信徒の方々が登場するわけです。そして私は褒められたことに味を占めて子供なのに教会でおとなしくしているお利口さんマスクを身につける手段を編み出したのです。ここで皆さんに質問です。皆さんはこのようなお利口さんマスクを手にしたことがありますか？なぜこの質問をしたかというと、実はこのお利口さんマスクは私だけが持っていたわけではなかったからです。特に親がクリスチャンであるなら、子供は教会に連れて行かれる確率がとても高くなりますが、私と同じお利口さんマスクは教会で騒がないお利口な子供が持っている可能性があります。私も含めこのような子供たちに共通する状態は本当にお利口なのではなくお利口なふりをしている状態だということです。もちろんお利口なふりではなく本当にお利口な子供もいるでしょう。親が聖書と証の踏みに沿った教育をするならばそれは可能です。子供たちが神を知らないままに育つことは実に悲しむべきことである。子供たちが将来良くなるだろう、年を取れば自分から宗教経験を切望するようになるだろうと考えて子供たちに宗教教育を施す仕事を怠るとき、親は重大な誤りを犯している。心に真理と愛と天にふさわしい特製の種をまかなければサタンが心の畑に毒麦の種をまくということがわからないであろうか。親がクリスチャンの義務を負わせるのは早すぎると考えて子どもたちが宗教を持たずに成長することがよくある。ここには幼少期から子どもに宗教的礼拝義務感を教えることを早すぎると考えるべきではないと
記しています。もちろんそれは子供なりに理解できるレベルから始めるべきです。今思えば、少なくとも幼少期の私は、残念ながら神様を礼拝しに教会に行っていたわけではありませんでした。教会に入るとすぐにお利口さんマスクを着用して、本当の自分とは違うお利口なふりという精神で安息日礼拝の場にいたのでした。しかし本当の自分とは違うお利口なふりをいつまでも続けることはやはり無理がありました。高校生になった私は最初のうちはお利口さんマスクを着用していましたが、途中からロックミュージックにはまってしまい、おかげでお利口さんマスクを投げ捨てるような状況になりました。ロックミュージックは尖っている方がクールだという価値観が芽生えたからです。そしてその頃より学校で問題を起こすようにもなりましたが、実はその状態がお利口さんマスクの下に隠されていた本当の自分の姿だったのです。聖書の中でもお利口さんマスクを着用していた人がいました。ペルシャのアハスエロス王の側近でハマンという人がいました。彼は世渡り上手で王のお気に入りになり、総理大臣にまで出世しました。そして王は国中の人たちがこのハマンにひざまずいて彼に挨拶をし礼拝するようにとの命令を出しました。そして彼もこのことに満足していました。しかしユダヤ人のモルデカイだけは神様以外のものを礼拝しませんでした。王の門の内にいる王の実臣たちは皆ひざまずいてハマンに敬礼した。これは王が彼についてこうすることを命じたからである。しかしモルデカイはひざまずかず、また敬礼しなかった。ハマンはこのモルデカイに対して怒り、彼を処罰しようとしますが、ここでハマンのお利口さんマスクの下に隠されていた恐ろしい本性が露呈します。彼はモルデカイだけを処罰するのでは満足せず、ペルシャ国内にいるすべてのモルデカイの民族であるユダヤ人の殲滅を計画するのです。ハマンはモルデカイのひざまずかず、また自分に敬礼しないのを見て怒りに満たされたが、ただモルデカイだけを殺すことを潔しとしなかった。彼らがモルデカイの属する民をハマンに知らせたので、ハマンはアハシュエロスの国のうちにいるすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの属する民をことごとく滅ぼそうと図った。そしてハマンは王様の繁栄のためにというお利口さんマスクを着用して、王様、ある民族がペルシャ国内に散らばっており、彼らは王様の命令を無視する傾向があります。それは王様のためによくありません。もしよろしければ、彼らを排除するご命令を出してください。そのために手伝う人とその人たちの人件費も私がお支払いしますから。というような、王にとってはこれほど頼りになる側近はいないと思わせるような申し立てをしたのでした。もちろん王は
このことを快諾して承認印の指輪を彼に渡し、その民の運命をハマンに委ね、お金もハマンが取っておきなさいと言ったのでした。そしてハマンはアハシュエロス王に言った。お国の各州にいる庶民のうちに散らされて別れ別れになっている一つの民がいます。その法律は他のすべての民のものと異なり、また彼らは王の法律を守りません。それゆえ彼らを許しておくことは王のためになりません。もし王が良しとされるならば彼らを滅ぼせと御言の理をお書きください。そうすれば私は王のことを司る者たちの手に銀1万タラントを計り渡して王の金庫に入れさせましょう。そこで王は手から指輪を外し、アガグ人ハンメダタの子でユダヤ人の敵であるハマンに渡した。そして王はハマンに言った。その銀はあなたに与える。その民もまたあなたに与えるから、良いと思うようにしなさい。ハマンの策略は非常に綿密に計画されたものでした。彼はそのユダヤ人殲滅実行の時を、今で言うと3月から4月の2、3の月に占いによって決めていました。そして待ち遠しいその日は、今で言うと翌年の2月から3月のアダルの月の13日に決定してありました。すなわち翌年の冬にペルシャ国内のすべてのユダヤ人はハマンの策略の犠牲となるわけです。しかし神はモルデカイが人間を礼拝しなかった事実を喜ばれ、彼の民族の命を守るためにあることをご計画しておられました。それはモルデカイの養女であった美しいユダヤ人女性エステルを王の妻にするということでした。そしてエステルは実際神様の摂理によって王の妻として召されたのでした。しかし彼女は自分の民族であるユダヤ人の命を守るために王に直訴することをためらいます。なぜなら王の前妻であった元王妃ワシュティは王に対して不遜だったので、王妃を辞めさせられ、エステルがその代わりとして選ばれていたからです。つまりもし王の機嫌を損ねたら自分の立場や命すら危うくなるからです。しかしモルデカイはエステルが王妃になれたのはユダヤ人の命を救うために神様が導かれたことを彼女に投げかけました。モルデカイは命じてエステルに答えさせていった。あなたは王宮にいるゆえすべてのユダヤ人と異なり難を免れるだろうと思ってはならない。あなたがもしこのような時に黙っているならば、他のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるでしょう。しかしあなたとあなたの父の家とは滅びるでしょう。あなたがこの国に迎えられたのはこのような時のためでなかったと誰が知りましょう。エステルはこの説得に信仰を持って応じます。そして命を懸けて王に直訴するので、私のためにユダヤ民族全体で祈ってほしいと願い求めるのです。あなたは言ってスサにいるすべてのユダヤ人を集め、私のために断食してください。
3日の間、夜も昼も杭のみしてはなりません。私と私の次女たちも同様に断食しましょう。そして、私は法律に背くことですが、王のもとへ行きます。私がもし死なねばならないのなら死にます。エステルはどのようにしてユダヤ人を救うのでしょうか。それはハマンの本性を暴露するしかありません。果たしてこのようなことは成功するのでしょうか。神様は着々とこの成功のためにエステルを通して王に働きかけられました。まずは王にエステルを大切にする気持ちを起こさせました。3日目にエステルは王妃の服を着、王宮の内庭に入り、王の広間に向かって立った。王は王宮の玉座に座して、王宮の入り口に向かっていたが、王妃エステルが庭に立っているのを見て、彼女に恵みを示し、その手にある金の尺をエステルの方に伸ばしたので、エステルは進み寄ってその尺の頭に触った。王は彼女に言った。王妃エステルよ、何を求めるのか。あなたの願いは何か。国の半ばでもあなたに与えよう。エステルはいきなりユダヤ人の命を救うことを願い求めるのではなく、王とハマンと共に食事をしたいと願い求めます。これは神の知恵によるものであり、ハマンのマスクを取り去る機会を捉えるためでした。そしてこのことは2日間に分けられてなされました。エステルは言った。もし王が良しとされるならば、今日私が王のために設けた酒宴にハマンとご一緒にお望みください。そこで王はハマンを早く連れてきてエステルの言うようにせよと言い、やがて王とハマンはエステルの設けた酒宴に臨んだ。酒宴の時、王はエステルに言った。あなたの求めることは何か、必ず聞かれる。あなたの願いは何か、国の半ばでも聞き届けられる。エステルは答えて言った。私の求め、私の願いはこれです。もし私が王の目の前に恵みを得、また王がもし私の求めを許し、私の願いを聞き届けるのを良しとされるならば、ハマンとご一緒に、明日、また、私が設けようとする酒宴にお望みください。私は明日、王のお言葉通りにいたしましょう。この時、ハマンはどのような気持ちだったでしょうか。王と王妃と自分だけの3人の食事会、しかも2日間にもわたるこの食事会。自分はその立場にふさわしいことを誇りに思い、プライドを持ってとても喜んでいました。そして彼は帰りがけにモルデカイに会いますが、もちろん自分に対する挨拶と礼拝行為はなされません。このことが余計彼の高くそびえ立ったプライドに傷をつけますが、家に帰って家族や友人を集め、今日自分がいかに王と王妃に尊ばれたか、そしてこんな自分を敬わないモルデカイが気に食わない話をします。家族や友人たちは、そんな奴は木に吊るして殺したらよい、と提案します。ハマンは言った。王妃エステルは酒宴を設けたが、私の他は誰も王と共にこれに臨ませなかった。明日もまた
私は王と共に王妃に招かれている。しかしユダヤ人モルデカイが王の門に座しているのを見る間はこれらのことも私には楽しくない。その時妻ゼレシとすべての友は彼に言った。高さ50キビトの木を立てさせ、明日の朝モルデカイをその上にかけるように王に申し上げなさい。そして王と一緒に楽しんでその主宴においでなさい。ハマンはこのことをよしとしてその木を立てさせた。その時神様はアハシュエルス王にも働きかけられました。かつてモルデカイが王の暗殺を企てていた者のことを王に知らせて、その暗殺計画を止めたこと、そしてこのモルデカイにはまだ何のお礼をもしていないことを王は知ることとなるのです。その夜王は眠ることができなかったので、命じて日々のことを記した記録の書を持ってこさせ王の前で読ませたが、その中にモルデカイがかつて王の侍従で王の部屋の戸を守る者のうちのビグタナとテレシの二人がアハシュエル王を殺そうと狙っていることを告げたと記されているのを見出した。そこで王は言った。このことのためにどんな栄誉と爵位をモルデカイに与えたか。王に仕える自身たちは言った。何も彼に与えていません。そこで王はハマンに、ある人にプレゼントをあげたいのだが何がよいかと相談します。プライドの高いハマンは、そのある人とは自分のことだと勝手に思い込み、自分が欲しいものをどんどん遠慮もなく王に告げるのでした。やがてハマンが入ってくると王は言った。王が栄誉を与えようと思う人にはどうしたらよかろうか。ハマンは心の内に言った。王は私以外に誰に栄誉を与えようと思われるだろうか。ハマンは王に言った。王が栄誉を与えようと思われる人のためには、王の着られた衣服を持ってこさせ、また王の乗られた馬、すなわちその頭に王冠をいただいた馬を引いてこさせ、その衣服と馬とを王の最も尊い大臣の一人の手に渡して、王が栄誉を与えようと思われる人にその衣服を着させ、またその人を馬に乗せ、町の広場を導いて通らせ、王が栄誉を与えようと思う人にはこうするのだとその前に呼ばわらせなさい。ハマンはいつも王の前でお利口さんマスクを着用していましたので、自分がこれらのものをもらえるのは当然だと思い込んでいました。ここに一つの教訓があります。人間は自分の本性を偽っているうちに、それが本当の自分の姿だと錯覚を起こすのです。私がお利口さんマスクをつけて教会に出入りしていた時、私は自分が本当にお利口さんであると思い込んでいました。そしてお利口さんと褒められることが当然だと思っていました。ハマンの勘違いも私の勘違いも本当の自分を隠すマスクを着用していたことから起こったのです。ここから神様がハマンのマスクを取られる方向に一気に話が進展します。先ほどまで王の栄誉に預かるのは自分だと思っていたハマンは、王の口から信じられない言葉を聞きます。それで王はハマンに言った。急いであなたが言ったように、その衣服と馬等を取り寄せ、王の門に座しているユダヤ人モルデカイにそうしなさい。
あなたが言ったことを一つも書いてはならない。そこでハマンは衣服と馬とを取り寄せ、モルデカイにその衣服を着せ、彼を馬に乗せて町の広場を通らせ、その前に呼ばわって、王が栄誉を与えようと思う人にはこうするのだと言った。こうしてモルデカイは王の門に帰ってきたが、ハマンは憂い悩み、頭を覆って急いで家に帰った。さらに神様はエステルを通していよいよハマンの本性を暴露されます。約束通り2日目の会食会にハマンが出席した時、エステルは王にユダヤ人殲滅計画が企てられているという悩みについて話すのでした。この2日目の主演に王はまたエステルに言った。王妃エステルよ、あなたの求めることは何か必ず聞かれる。あなたの願いは何か国の半ばでも聞き届けられる。王妃エステルは答えていった。王よ、もし私が王の目の前に恵みを得、また王がもし良しとされるならば、私の求めに従って私の命を私に与え、また私の願いに従って私の民を私に与えてください。私と私の民は売られて、滅ぼされ、殺され、絶やされようとしています。もし私たちが男女の奴隷として売られただけなら、私は黙っていたでしょう。私たちの難儀は王の損失とは比較にならないからです。アハシュエル王はエステルのこの話を聞いて驚きます。そして誰がこのような無慈悲なことを企てているのか、そのものについて尋ねるのです。アハシュエロス王は王妃エステルに言った。そんなことをしようと心に企んでいる者は誰か、またどこにいるのか。エステルは言った。そのアダ、その敵は、この悪いハマンです。そこでハマンは王と王妃の前に恐れおののいた。王はハマンに騙されていたことを悟り、そして怒ってその場を出ていきます。残されたのはエステルとハマンですが、ハマンはエステルに命乞いをします。しかしエステルもその場を立ち去るのでした。王は怒って主演の席を立ち、宮殿の園へ行ったが、ハマンは残って王妃エステルに命乞いをした。彼は王が自分に害を加えようと定めたのを見たからである。王が宮殿の園から主演の場所に帰ってみると、エステルのいた長椅子の上にハマンが伏していたので、王は言った。彼はまた私の家で、しかも私の前で王妃を辱めようとするのか。この言葉が王の口から出たとき、人々はハマンの顔を覆った。その時、王に付き合っていた一人の侍従ハルボナが、王のために良いことを告げたあのモルデカイのために、ハマンが用意した高さ50キビトの木がハマンの家に立っています。と言ったので、王は彼をそれにかけよ、と言った。そこで人々はハマンをモルデカイのために備えてあった木にかけた。こうして、王の怒りは和らいだ。このようにして神様はハマンのユダヤ人殲滅計画を阻止されました。ハマンのお利口さんマスクは神様によって取り去られたのです。しかしハマンの生き方は多くのクリスチャン、特に二代目クリスチャンに当てはまることがしばしばあります。ハマンはお利口さんマスクを着用するときと外すときがありました。つまりそれは裏表がある、もしくは陰日向があるということです。アハシュエロス王は
ハマンの表の部分、または日向の部分しか見えず、完全に彼を信頼していましたが、神様はどうだったでしょうか。人には本性を隠せても、神様には隠せませんでした。私は人生において、たびたびお利口さんマスクを着用してきました。熱心に聖書を学んだり、その働きを褒められると、自分が落ちこぼれクリスチャンであることも忘れて、良いクリスチャンであるように錯覚するのです。そういった時には、心のどこかにしまい込んでいたこのマスクを無意識のうちに着用しているのです。そして残念ながら私は、まだこのマスクを完全に捨て去ることができていない恐れがあります。しかし神様は私の本性をすべてご存知であられ、たびたび私のマスクを取られます。その時、私ははっと我に返って自分の本性に気がつかされる機会を与えられます。そして自分の本当の姿を認めて、深く恥じ入り、悔い改めてその都度神様に立ち返ることができるのです。こんな私をまだお見捨てになられない神様は、なんという忍耐と憐れみのお方でしょうか。私たちの教会もある意味、マスクを着用していないでしょうか。安息日を守っているという理由だけで、神様から救われると思い込んでいないでしょうか。神様はマスクを外して自分の本性を神様の御前にさらけ出す人にしか罪の解決のために深く働きかけることはおできになられません。私たちは少なくとも神様の御前にあってはお利口さんマスクを外して自分の唇を持って本当の自分の問題解決を神様に祈り求めることができます。そのように神様と本音で語る関係を築くところから、神と共に歩むための第一歩を踏み出すことができるのです。あなた方は言葉を携えて、主に帰って言え、不義はことごとく許して、良きものを受け入れてください。私たちは自分の唇の実を捧げます。どうぞ皆さん、新型コロナ感染予防のためのマスクは取らなくても、今はお利口さんマスクは取るべき時であることを覚えて、たとえ無意識に着用してしまったとしても、決して諦めずに悔い改め、さらに清い品性建設を目指して、共に励まし歩んでまいりましょう。それでは一言お祈りをさせていただきます。愛するご在天のお父様、今回は私たちが無意識のうちにお利口さんマスクを着用することによって、本当の自分でない自分を演じ、そして気がつけば、そのような本当の自分でない自分を、本当の自分の状態だと誤って、錯覚してしまう危険性について考えることができました。しかしあなた様は、たびたび私たちのマスクを取ってくださいます。あなた様がこのマスクを取ってくださった時に、私たちの本性が暴露されますが、私たちは自分がそのような人間であることをそこでまた認め、そしてあなた様の御前に悔い改めることができます。そしてあなた様はそんな私たちを決してお見捨てになられずに、再び許しを与え、そしていつしか神の契約によってお利口さんマスクを完全に私たちから取り去ってくださる時が来ることを、私たちは希望としております。
どうぞこの罪の問題、また自分を飾る問題を聖霊様の感化によって解決してくださるようお願いいたします。この祈りを感謝して、救い主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。